みなさん、こんにちは。日本語の先生のりこです。今日もゆっくり日本語を話します。聞いてください。私は、ポッドキャスト Learn Japanese with のりこをしています。Spotify や Apple ッ,ッドキャストで聞けます。ポッドキャストは 中級以上です。でもこのビデオはビギナー初級のためのビデオです。ゆっくり話します。トランスクリプトはペイトレオンであります。トランスクリプトを読んで勉強したい人はペイトレオンになってください。よろしくお願いします。 それでは今日のトピックは言語、言語。日本語、英語、スペイン語。ね、日本語、こんにちは。英語、ハロー。スペイン語、オラー。韓国語、アニョハセヨ。はい、言語、言語について話しましょう。 では今日の絵を見てください。皆さんはどんな言語を話しますかまたは話せますか英語スペイン語中国語フランス語話しますか話せますか 私は日本人です。日本語を話します。日本語が母国語です。母国語です。日本語がペラペラです。もちろん日本語がペラペラです。私の旦那さん My husband, 旦那さんはペルー人です。旦那さんの母国語はスペイン語です。旦那さんはスペイン語を話します。ほら、私も少しスペイン語を話します。Como estas? そして、私は今、 イギリスに住んでいます。イギリスで英語を勉強しました。ですから私は英語を話します。上手じゃないです。でも英語を話します。私は今韓国語を勉強しています。毎日少しずつ 韓国語を勉強しています。私は YouTube やポッドキャストで韓国語を勉強しています。みなさんは何語を話しますかどんな言語を話しますか日本語を話しますね。少したくさん 日本語を話しますね。日本語の勉強をどうやってしますかこの写真を見てください。クラスで勉強しますか学校に行きますかまたはオンラインオンラインでスカイプやズームでレッスンを 受けていますかまたは一人で勉強していますか一人で日本語を勉強していますかその時はポッドキャストを聞いたり youtube を見たりいろいろなマテリアルがありますねそれで勉強できます私の youtube 見てください 私のポッドキャストを聞いてください。インターネットでたくさんマテリアルがあります。一人でで勉強すす。ることができますそれでは今日は「言語」言語について話しました。皆さんは言語の勉強が好きですね。日本語の勉強が好きですね。 今日も明日も明後日も日本語を勉強しましょう。頑張りましょう。それでは今日はここまでです。またねー